けましたよ。待って、これやだ。いけましたよ。これがいい。じゃあタコちゃんやります。タコちゃんやります。油しコーナー。油しく、リアがしく。ごめんごめん、ただいま。みんな、いちごタン、いちごタン、このまま引いていいの？うん、なんかさっくらいの感じで。え、さダボダボ大丈夫？え、怖い。今ね、油教えてくれてます。怖い。なんかいちごタンやるね。あのさ、あっちにあるさ竹串持ってきてもらってもいい？あ、竹串、いちごタンもやらかしそうなんだよね、こういうの。こんにちは。 え、あのね、その辺にあ、歩くない？ない？ない。まだいい？あ、待ってよ。ちおちゃんラブですね。なんかさ、どっかあったよね。リアが持ってきた気がする。リアがこっちに持ってきたの。メイポンかわいいね。だっどっか行った。あった。お、本当？あった？ありがとう。あ、やばい、ドアが開いてしまった。あ、すいません。ありがとう。これ私？それあなた。ありがとう。あなた様。乾杯しとく？もう飲んだ。リアちゃん、乾杯しとく？はい。じゃあいいよ、一人とかも。乾杯。え、リアも悲しい。うん、ふんふん。え、仲間に入れてもらえなかった？え、したやん。乾杯しましたよ。うーたん、リアチュー、噂のイチゴティーソファーはどうだい？だって、え、めっちゃ、めっちゃ気持ちいい。一緒に、一生ここで暮らす。ちょっと困るかな。さやだ。やばい、お母さんの言うこと聞くんだよって言われてるよ。憧れのさ、ソファーがさ、イチゴタン嬉しすぎて。イチゴタン、お母さんって言われてる。どうしよう。イチゴティー。夏休みの宿題してる？だって。してない。しないよ。最後にやるタイプの人。あー、生き埋め状態。死んだ。最後にさ、やる、やるタイプ。最終日に宿題。はい、あ。ああ、なるほど。リアまだね、全然やってないの。私はね、最終日にやらないタイプ。やらないタイプ。やらない。早く終わらせる。そうだよ。子供や、やばい。マジで主婦とか言われてる。痛い。ハゲる。気まずいですね。やっちゃう。やっほー。よし。並べ。え、いちごタン。並べやる。いちごタン、こんな並々に入れたの？うん、ちょっと絶対入れすぎたなって。ティッシュでさ。面白い。キッチンペーパーないの？ないの。七並べします。多分いけると思う。七並べするって。二人いみんな七並べしてしたら二人に会うかも。ちょっと待っててね。ちょっと消えるね、一瞬。いやー、ごめん。こんにちは、今から七並べしていきたいと思います。いちごちゃんの配信見てます。気まずって書いてある。気まずい、気まずい、気まずい。七並べしていきたいと思います。二時の花、リアたち二歳なの？違う。いや、私2歳だ。2人の子供っていう意味で。コッティがお母さんに見えるだって。いい？ただいま。お父ってか。失礼します。ただいま。え、ごめん。ただいま、みんな。おかえり。今日ミユポンに勝ったって。え、ミユも勝ったよ、誰かに。そうなん、それすぐ。ちょっと待って、よれよれ。右に寄ってくれ。ひどいんだけど。え、ちょっと喧嘩し始めた。ミユポンです。ミユポンです、だって。気まずすぎ。ほんと？やばい、いちごの配信に足りない可愛さとかやった。気まず。猫ちんやろ。また8時までよね、2人とも。もう怖いのよ、2人の時間が分からなくて。8時まで。あ、いちごターン、待ってよ。あの、さ、あ、さ、え、リアチューやるか。待って、あのさ、じゃあ分かった、あの、あ、長い箸、長い箸持ってきてもらってもいい？お皿借りていい？うん、いいよ。3分の1ぐらい入ってる。2分の1。猫やばいよね、普通に。やばい。やばいね、やらかし。くせえな。これ借りたい。いちごタン、これ借りていい？うん、いいよ。こんにちは。ミューポンが場をつないでくれる。ありがとね。こんにちは。入れていいと。オッケー。ありがとう。まあ、いけるっしょ。もろもろさん、バラありがとうございます。あ、バラありがとう。これ燃えないかな。そう、二人と配信したいって言ってたんだよね、実は。置いとって。パチパチ。うわ、すごい。確かに。ピースした。じゃあ入れてくよ。入れちゃう。あ、待って、私砂鍋放棄してた。やばいよ。ごめんね、リアちゃんと戦ってた人。通信切断されちゃった。死んだ。あ、申し訳ない。後で Wi-Fi つなぐ。申し訳ない。リカさん、かわいい、ありがとう。そう、引き並びやるんだって、二人が。熱いんだけど。わさびとか入れるの？だって。え、どうする？イチゴタンの入れてあげる。なんで？やだよ。こんにちは。こんにちは。自分の番。え、これ焼いてみ、あ、それ焼くの？待って、怖いよ、二人とも。
さっきね卵事件あったよね。そう、私とみーぽん卵割ったの。卵っち。さっきさ卵さ割れるって聞いて割れるよって言ったからさ、むかしたらさ卵落としてさバキバキに絡まれたの。やだ面白い。これ勝てるかも。あ勝てます。そうリアチはいちごちゃん家に行けるの喜んでたの。そうなのリアチ。みーも喜んでた。本当？行きます。あっ。うわー。え、これ火強すぎるかも。待って。面白い。やばい。誰か扉を閉めてほしいかも。あ、ごめんなさい、また来ちゃった。いいよ。大丈夫大丈夫。え、ミーポン点火すごく。あった。うん。一位。からし。一位です一位です一位です。リア中にはからし大量って言われた。え、やるやん。え、待って一位。嬉しいね。嬉しいの？うん、ちょっと嬉しいのみたいな感じ。これしか取ったことない。あ、そうなんだ。いや。忖度されない？私たまに忖度される。これなんなん？イベントランキング。そうだよ、怒らないよ。卵割っても怒らないよ。イベントランキングって何？イベントランキングって何？イベントランキング自分のさ、これだよ、これ、これ。何これ？これこれ。頑張って。レアちゃん適当じゃない？ここ絶対入ったら。あ、そうなの？ここも入る。タコ投げよ。うん、ありがとう。手臭くなっちゃった。手臭くなった。待って、何？あ、びっくりした。天かすをさ、入れたいんだけど、ある？これ開けていい？ミーポン、タコぶつけても怒らない。ミーポン、これいい？いいよ。ミーポン、タコつまみ食いするもんね。お腹すいたから。適当にバーってやってて。うん、ありがとう。おいいね。そうだよ、今日私はお母さんなの。保護者。違うだよ、A 型だよ。今日いるのはね、ミューポンとリアッチューだよ、あなたの好きな。え、誰誰誰、どうなった？笑われてるのしな。こんにちは。今日はちびっ子がいるの。ごめん、皆さん。また1球目。ミキ。いちごたんの大好きなミューポン。そう、本当にこのソファー憧れだった。適当なの。多分。たこ焼き映してたって。たこ焼き、じゃできたら映す。完成形はね。え、火消えちゃったよ。ごめんごめん、弱くしすぎた。強くするね。私くるくるする。あ、くるくる。手じゃみゆ食べるばっかりでくるくるさんしよう。じゃあみんなでくるくるさん大好きね。みゆ食べるばっかりに行こうか。あ、ごめん、まださ、もうちょっと待とう。そうだな。そうだな、やばい。スリーショットもお願いします。スリーショットだってスクショタイムしちゃう。時間がなくなっちゃう。恥ずかしい、なんか自分つ。はい、でスクショタイム。あ、いいよいいよ。あー、くるくるちゃん。いいよ。はい、チーズ。パッタリン。タコパチュー。タコパチュー。タコポーズみたいなない？タコ踊り。あ、タコ踊り、わかんない。ヤッホー。ダメだ、ダメだ。保護者です。タコ。お母さんです。ここにね、末っ子と。めっちゃ気まずだって。一個上のお姉ちゃん気まずだって。まだ気まずくないな。たこ焼きしてます。そう、ソファーお土産やめて。気まず、やっほー。こんばんは、こんばんは。いちごちゃんの提携の分のやつ気まずなの？そうだよ、気まずだよ。かわいいでしょ、我が子。スクショアザス、アザス。お、音が大丈夫そう。これ美味しそうだよ。美味しそうだね。半生焼き、煙たい。半生焼きやめてね、お腹痛くなって。煙たい、煙たい、煙たい。今日はソファーで出る。どうする今日？え、今日いちごちゃんの隣で寝てあげる。今日のね、二人をなでなでしてるところ。気まずいな。今日のね、選択肢はね、ベッド、ソファー、ここに布団敷くの3つがあるんだよ。すごい豪華だ。豪華。順位が、あ、なんかで決めるゲームとかして。あ、ゲームしたい。ゲーム強いですよ。ほんと？やばい、いちごたん床かも。気まず。いちごたんもうまそうだけど。弱いかな。指4本。あ、これタコだって。違うよ、タコ踊りがタコですよ。違うって、みんな。いちごたんもっと引いていい？あ、いいよ。なんか目ばっかり映ってる。気まずい。真ん中から映ってる。愛媛の夜に荒ぶってたリアッチューだって。そうだよ、ね、ひどい。いちごたんと一緒に。かわいいでしょ。お話ししてた。かわいいの、みんな。リアッチュー地べた。やだよ、ダメ。かわいそう。やだ、誰が言ってるの？基地並べ対決、確かに。有名なソファ。メール君さん、いけない。リアッチューに怒られとる。いけない。地べたでお願いしますなんてひどい。ひどいね。ひどい。これもう一本あれ？じゃあソファーでいいってこと？明太子入れる？入れたい。
みんな明太子いける？たこ焼きを食べた数で順位決めるとか。え、もう終わったやん。ミュウが1位じゃん。ちょっとダメかもな。不公平だと思います。ミュウが1位になっちゃう。余裕を感じ、え、入れるよ。ミュウポンも明太子大丈夫だよね。はい。誰誰。え、でも、うん、あ、なんだなんだ、な、気まずくね、これ。なんかそんなことない。絞り出し、絞り出すタイプ。え、すごい、でっかい。じゃ半分ぐらい入れとくね。半分分ぐらい。半分分。どうやって取ってるんです。うん、どういうこと。来ました、北沢が一ベタに決まっとるんや。死んだ。なんだよ、北沢んちだぞ。いちごちゃんが羨ますって。羨ま、今日はね、保護者なの私はね。裏山って裏に山って書いてあるよ。そうだよ。こんばんは、こんばんは、こんばんは。死ぬな、もせんわ。玄関とか言われたねえ。玄関で寝るのはやばいよ。え、あの上って何。あの上に何ベッド。あれ違う、あれ物を置く場所だよ。物置き。みゆぽんもクリクリする。しない、しないんじゃ。食べるクリ。なんだと。あ、じゃあみゆぽんお皿持ってきてよ。え、いいよ。え、めっちゃ嫌そうなんだけど。全然全然ない。あ、でも届くかな。上のさ、棚にあるんだけど。みゆぽん届く、身長任せとけって。どこどこ。いちごは屋根の上かな。やばい、電気の一番上。いや、中だよ。いや、中だよ。いや、中だよ。お皿待ち、お皿、ごめんなさい。怖い、本当に。ありそう。後ろの奈良さんは落ちそうじゃないですか。何でもいいよ。これ。うん、それでいいよ。ありがとう。お、作ってるところはちょっと、映す？一瞬だけだよ。ねえ、作ってるところ映してって言われた。作ってるところ映してって言われた。え？カメラの向き変わらないんだけど。あ。じゃん。これ。これでーす。ねえ、なんか明太子気まずいね。明太子気まずい。タコが見なくなっちゃった。ねえ、ミュウポ電気消して。ん？あ、すまへん。タコ一緒に落ちた。はい、キキャー。ただいま。ミュウちゅうベランダやばい、かわいそうでしょ。ひどい。誰が言ってんの。なんでミュウは何も書かれない。確かに。ミュウポンはどこで寝たらいいの。ミュウポンは空。空を持ってきやした。いい感じでしょ。ありがとう、サラ。お腹してくれるんですかね、みんな。みんな。そうだよ。みんなね、優しいよ。お、いいね、いいね。お好み焼き？たこ焼き？たこ焼きよ。誰がたこ焼き焼くのうまいの？でもリア中いい感じだね。びっくり返しが。え、みんなうまくないですか？何もしてないだろ。おい。おめえね。かわいい。そう、私が配信でいつもね、みゆぽんとリア中とね、なんかしたいってずっと言ってたからね。みんな知ってるんだよ、リアチューとミューポンのこと。ルータンは姫野ちゃんの家で、ヒータンいるかな、家。いるかな。少々しようね。少々。ミューポン分かんなくていいんだよ。そう、子供2人とタコパ。消費ね。てかわし今日メールいつしか送ってない。うん、やばい。ピンチはチャンス。ピンチはチャンス、やばい。いちごティーの膝の、こんばんは。こんばんは。今日の係、ミューポンを食べる係。天かす持ってき。あ、天かす持ってき係。でもリアチューはタコ係だよね。リアチュータコ係だよ。タコチューなの。変なこと二人に教えちゃダメ。やっぱり何も教えてません。知らなくていい。そうだよ。ミューポンがいます。そうだよ、こんばんは。イエーイ。やばい、お皿割りね。お皿割らんでな、絶対。怖いんですけど。ミューポン、リアチューがイチゴメール、やばい、怖いよ、そんなの。何が送られるか。てかこのスマホでさ、やっとるからさ、送れんかも、そもそも今。でも私は10時まで送れるから。メール？うん、待って、2人は8時までしかダメなんだよね。そうか。どうしようか。どうしようか。オッケーオッケー。でもじゃあ明日8時ぐらいに、うん、8時ちょい過ぎぐらいに終わろうか、じゃあ配信を。はいはい。そうだよ、お母さんが作って子供たちが食べることある。ありがとうね、リアちゃん。え、めっちゃ半生じゃん。大丈夫大丈夫。こっからが勝負。こっからが勝負だよね。ミユポン、ダメだよ、そんなこと言っちゃ。ミユポン、ダメだよ。作ったことないからわかんない。
ねえちょっとお尻触んないで触ってないよ。ねえみんなみえぽんにお尻触られた。触られてないよ、ひどいよ。手の置き場がなかった。あね、あれあれだね。ちょっと卵の付き合いお皿割ってみて、やばい。やめてください。やめてください。そうだよ、ブログ。あそう、明日ブログじゃん私。あいや足柔らかそう、みえぽん可愛いでしょ。ゆきなみえぽん可愛い、ありがとうございます。こんばんは。教育上悪そうとか言われたんだけど、二人に。どういうこと？リアジ誘ってって言ったの。誘って、あそう、ティガーさん、まあ、ちょっとそう、あちょっと店員オーバー。いろんなトッピング、でもね明太子しかないねえポップコーンとか入れた。入れちゃいたい。じゃ次入れようか。リクリームは声だけ。確かにリクリームどう。え、いいんじゃない。ロシアンルーレットしないよ。やすこちゃんデスソースないよ。ミューポンあ、明日の6時に広島の当落だって。お、当たるかな。みんなワクワクドキドキ。どう広島の意気込みはどうなの。頑張る。え、頑張る。頑張るよね頑張らないって言ったらやばいからでも楽しみだね。楽しみだよ。え、いちごたんラブラブ死ぬ。レアチューは山口もあるんだっけ。そう、山口いちごたんいないのめっちゃ悲しい。そうだよ。みえぽんでもさ、みえはみえぽんももちろん家族だからさ。みえいないの寂しいとか言わないの。え、みえぽんはさ毎日会えるじゃん。会えないよ家族だからさ。かわいい。だってお姉ちゃん喧嘩してる。部屋にさ引きこもってんじゃん。ひどい、引きこもりとか言わないでみえぽんのブログ見た。みえぽんのブログ見たって。ありがとう。そう、元気そう。ちょっとプライベートでみえぽんち泊まりに行こうかなって思ってますそうだよ、山口行くって。え、嬉しい。会いに来てね。山口のヤッシーさんあーねー、今山口行きたい。ねえ私も行きたい。一緒に行っちゃう。わちゃわちゃ感、わちゃわちゃ感いいやん。ほんと全然なんか焼けなくね。大丈夫そう。これ大丈夫。火が弱いと思う。強くするわ。じゃあ、でも最強かも。最強あ、でもいけるか。くるくるしとったらなんとかね。たこ焼きくるくる。このソースで大丈夫そうなの。そこしかなかったんよ。え、でもまあいけるっしょ。美味しそうだよ。え、なんかさ、ね、まずこれから、これから今焼いてる途中。なんだっけ。うん、なんだっけ。どういうこと、どういうこと。なんだっけ、あれからたらこ。明太子かわいすぎる。明太子さ、明太子なんか分裂してないの。こんばんは。いけるいける。山口と広島行きます。ありがとうございます。やるやん。ありがとうございます。仕事っていうの時え、配信どういうこと。いちごたん、みゆぽんじゃない、リアチュー。どういうこと。リアチューだけは当たり外れ。え、かわいそうだよ。ひどすぎる。いちごはくるくるさん見に山口行く。え、行っちゃおうかな。え、行きたい。一緒に行く。くるくるさん応援しに。リアチューも。リアチューひどい。リアチューも応援しに行くよ。行くよ。よし、申し込んでる。お、どうだ、当たるかな。こんばんは乱入。そうだよ、面倒見てるんで。寝顔撮影ないですよ。こんばんは。リアチューとみゆみゆぽんどっちが妹かん。どっちなの。みゆぽんかも。みゆぽんはもうなんか無邪気系って感じ。リアチューは、リアチューはなんかおとなしいけど、おとなしくないです。おとなしいけどなんか落ち着いたうるさい人みたいな。落ち着いたうるさい人。あ、ハート、しんちさんありがとう、ね、ソースはおたふく。なになに。ソースね、そうなくてね、かごめさんなんだよね。気まずいよね。お、100回訪問やばい、愉快な仲間最善でコール指導やばい。え、コールしてって言われるさ、2人に。リアチューとね、ミューポにね、コールしてって言われる。よっしゃ行くぞ。あ、大好き。え、ひどくない。リアチューがおとなしい。ないないって。ひどい。大好き牧場みたいな。うん、リアっていちごぽんミューちゃん。やっぱり推しが世界一愛してるあれか、夢力のやつ。そう、なんだっけ、大好き牧場ガチ恋工場。あ、ガチ恋工場、うん、広島たらツアー全公演。おー、すごいじゃん。全部見に行くの。すごい、ありがとうございます。やっぱりこれ何れ読んで。イエーイエーイエーマツさん、イエーありがとう。でヤッティ、イチゴポン混ざってんのよ、いろいろみゆち青のりとかつお節ね。青のりね、買おうと思ったんだけどなくて、かつお節だけしかない。まあ歯にひっつくからね、気まずいよね口開けたら青のり。子供たちだよ。ツアー、そうだよ。仲良しだよね。え、あれあれあれ仲良し大好き工場ね、可愛いね。釣りが得意。あ、あの
そっちの釣りね、あの本物の釣りかと思っちゃった。気まずい。釣りやりたい。いやちかわいい。目力と奇跡。あ、奇跡もガチ恋恋じゃん。あ、僕そういうことか。僕たちの恋の感覚。あれなんて言うんですっけ。ねえ、ガチ恋工場で違う。何が何が、中身どういうこと。ガチ恋工場の中身。あ、ね、言いたいことがあるんだよ、やっぱりミューポン可愛いよ、好き好き大好き、やっぱ好き、やっと見つけた。お姫様、俺と一緒に人生歩もう。違う、世界を救う。やばい、ミューポンだけ世界救うかもしれん。おもろすぎる。おお、ミューポン世界救いましょう。そうだよ、そう、歯に乗りついたら気まずいから。ドラムだって。あ、いいし、ドラムすごい。こんばんは。楽しそうだね。だってえ、なんかすごい、これなんか水少なくないのかな、思った。誰と誰がいるの。リアチュとミューポンがいます。はい、梶原さんと新井さん。世界を救おう、やばすぎるよね、おもろすぎる。あ、俺が生まれてきた理由だ、忘れてた。え、ゆいにはもうできるんだ、お土産好き。それはゆいにゃんが一番いる。やばい、世界救っちゃおう。愛してるよ、めっちゃ好きなんですよ。そうなんだ。え、グググダイなんだ。なんかこれ全然焼けなくて気まずくね。なんかお腹空いたよね、普通に。気まずいだよ。今日ご飯食べたの？ご飯食べた？今日。気が弱いです。気まず、気まずすぎる。ご飯食べてない。食べてないの？カレーパンだけ食べた。お、いいじゃん。え、夜？うん？さっき。朝ごはん今日マジで何も食べてないからお腹空いてる。痛いよ。やっぱりミュータンが子供っぽいですねって感じ。え、リアチューは？リアチューは大人だよ。見てください、このベタつきを。リアチューも赤ちゃん。ベタつき死んだ。甘々なんですよ。めちゃつきだろ。メンバーにしか見せない特徴です。そういうこと。普段の配信ではない。ガチ恋工場を説明させるいちごちゃんがなんとかずくて気まずくて。工場に世界はないよ。あ、正解はないよ。ね、世界救ってもいいって、ミーポン救おう。リアが好きなんだよ。俺が生まれてきた理由。世界救うかも。リア中に会うため。ツーショットチャンス。2人とも子供。2人とも子供やって。まあ私はもう成人してるんですよ。私もつい最近。嘘つくなや。嘘つくなや。いちごちゃんと同い年なんですよね。本当？子供争い。子供争いに、ね、すごいプルプル弾力だ。たこ焼きで弾力があるの。チュポン離れろ。だってこんな健全な時間に配信してる。やばい、いつも夜にやっとるから。マカラさんからチュポン離れろだって。離れないよね。やだやだやだね。やだもう。仲いいのでね。中学1年生と2年生と7年生やばい。7年生です。7年気まずいね。中学7年生、中学7年生やばいね。そうだよ。いや、中子供。ミューポンは今日たこ焼き何キログラム。やばい。ミューポン何個食べるの今日。60個だったよ。60個。5個で100なら10個で200だから300個。600グラム。やばいよ。600グラム。え、せーの連れ込んだらあかん。大丈夫、まだね配信できる時間よ。2人とも、あと10分だよ。あと10分。オッケーね、早く完成しないとやな。そうなの。そうだよ、留年する女やばい。負けてないか。留年してない。やばい、中学留年したと思われてる。7年生って言ったから。こんばんは、こんばんは、こんばんは。タコが絶滅。そうだよ、8時過ぎたらね2人は映れないの。13年生。小学13年生。違うよ。あ、確かに小学、あ、小学ね。食べるところまで見られる。でもこれ食べる、なんか物によるね。これ全然焼けなくて気まずいんだけど。なんで焼けないのね。火最強なはずなのに。ちごっぴーちゃん、どうしたの。どうしたの、みゆぽん。どうもない。何か早く作ってほしい。文句きました。ごめんなさい、お腹が。でもいけそうだな。いやだ、お菓子食べたらさ、たこ焼き食べたいんだ、うん、ダメじゃない。食べときない。お菓子は深夜の食べ物でしょ。そう、やばい。私はいいけど2人はね食べてるところがね、8時までしか行けない。やべ、もうこれめっちゃいい。ソファイケピーさん、とうとうありがとう。50個で 1キロだから 1.1 キロ。やばい、
1キロ食べんのみゆぽん。1キロ大食いファイターとか言われてるよ。やばい、ツーポンティやばい。カメラにあんちょっとそれは考えときますね。有料コンテンツかも。有料コンテンツか。60個食べるの早くやる。そうだよ、お菓子は深夜の食べ物。うん、そうそう、いちごちゃんが一番小食なのは分かります。いちごちゃんが一番食べれないの。あ、タコだ、リカさん。タコタコタコティン、ありがとう。タコタコタコだ、リカさん。タコありがとう。タコ焼きタコ。モザイクどうやってかけんねん。うなぎっぱい、あーね、キャッチフレーズ。食べるやつと前で体重測る。冷凍のたこ焼き、一緒にたこ焼き食べる。お菓子もね、いっぱいあるよね。そうだよ、ゲームもするもんね。うん、あと5分で焼けますか。やばい、今日はいちごちゃんとおねんねします。今日はね、あみゆは気まず気まず。みんなでおねんねするの。そうだよ、みんなでね。取られました、私。でもこれとかいけそうじゃない。ちょっとお皿あるかな。うん、いいよ、リアチューとみゆぽん、時間があれだから先に食べな。じゃあ盛り付けしてきます。うん、いけそうなやつ。頑張ってガチ恋工事を覚えます。いいや、覚えなくて。え、なんで。好きなんですよ。 あ、そうなの。言いたいんだけど、なんか分かんなくて。誰に向けてやるのそれ。自分自分自分死ぬ。自分に向けてやるのね。リアちゃんかな。あ、ほんと。嬉しい、やっぱリアもみゆぽんによ。やっぱ死んだ。ちょっと最近、はい、ありがとう。モンモンじゃない、間違えちゃった。モンモン言いすぎて、モンモンが病気になった。おいおい、またモンモンの話。女の名前間違えんな。今はミーポンが大好き。お菓子紹介。間違えないで。リアチューさん、たこ焼きの状況いかがだって。え、見てみんな。モックンハートありがとう。黄色いね。リアチュー明日の朝配信はそのソファーで。そうだよ。いやー、くすぐったいぞ。大丈夫ですか。できたできた。なんか怪しいけど見て。え、待って、かつお節で持っていいですか、ガオ。え、ソース先に塗らん。あ、ソース先なの。ソース、え、わかんない。ソースマヨネーズかつお節かと思った。あ、なるほど。どうだろうね。え、合うのかな、ソース。まあいけるっしょ。リア中、モモはあげません。だってだっていつも言うよ。待って、モモは私のもの。第三者出てきた。モモは、え、これかつお節あげていいの。うん、いいよ、ありがとう。じゃんマーミョがいたら、そう、本当はね、モンモンもね、モンモン来てくれなかったね、今日。モンモンなんか用事があるみたい、今日は。お上手、ありがとう。え、なんか結構デカめ。焼けたら写真ね、写真撮ろうね。見て。うん。食べる。いけ。かつお節を食べました、ミーポンが。マヨネーズ。なんか今日めっちゃ人になる、なんか。え、いちごタンどうぞ。ありがとう。じゃーん。たこね。じゃーん、みんなも移ろったよ。たこ焼き、たこ焼きです。いや、ちょ、頭しかつってない。たこ焼きでございます。じゃあ食べてみて、二人。え、食べてみる。あ、あ、猫舌。あ、こんばんは。じゃあおでんやらないよ。え、箸、箸マヨネーズ。ゆいにゃん52分。あ、これでいいよ、このまま食べちゃう。食べてみて。あ、これで食べていいですか。うん、え、じゃあいただきます。はい、みーぽん食べようよ。いただきます。食べなよ、みーぽん。これでいいよ。はい、マスカット。一人でもいい、優しいね。どうな、どうだどうだ。美味しいのか、一体。かわいい、かわいい。かわいすぎるね。やけどしないようになって、ちゃんとフーフーするんだよ。食べな。実食、イケボ実食。どう、美味しい。ほんと、焼けてる。美味しいって。咳込んでるけど。メイポンどう、味。まだ食べてない。食べてないんかい。食レポして。そうで。むせてる。熱い。熱いね。気をつけな。大丈夫だよ。美味しい。美味しい。ヤミー。かん。やば。言いそうになった。そうで。ウータに食べさせてあげて。熱いよ。気をつけな。どう。うん。待って。どっちそれ。まだ全然食べてなかった。そうだよ、今日はマザーなの、2人の。だけど注意だって。美味しい、ヤミー。唇。いや、ちょ、気まずい。あ、NG 食べてるところ。私も NG なんだよね。熱すぎて。うん、夫婦しな。熱くて。ヤミー。いつもだって配信で食べてるから、全然。いつもと違って頑張る。え、悪口ですか？もう帰ってください。なんでそんなこと言うんですか？熱い。熱いね。いちごタン食べてみて。猫舌の、いちごタンも食べようじゃ。これタコ出てるけど大丈夫そう。誰。
食べてるとこれ NG だよ私は。いただきます。いいよ。あ、いいよ。ミーポンに合わせてあげる。飲む。ミーポンこれ。あ、ミーポンこれ飲んで。食べてるかしょ。私ですか。あっこい。うまいね。あっこい。これ60個いける。待って、あっこい。じゃあ、みゆちゃんに合わせるね。うん。やけど注意じゃない。あっこいよ。マジであっこいか。強化が。かわいい。あっこ、うん、うん、うん、これめっちゃいい。タコパ感じ。食べちゃおう。ほんまん。あ、ほんと。うん、まだね、普通タコパまだやってない。うん、かわいくないこの二人ね。かわいい。有料コンテンツ。そうだよ、見ないでみんなね。たこ焼き気をつけてね。赤ちゃんみたいだって。赤ちゃんがいるね、二人も。めっちゃ熱そう。飲みな、なんか。ニーポン、リアチューに合わせてあげてだって。だよ。え、ちょっといちごたんに合わせてあげる。ほんと、でもいちごたん食べてるとこ NG なんだよな。え、そうなの。有料コンテンツなの。そう、有料コンテンツ。なるほど。国を挙げて守ってきたよ。かわいい。あ、ミューポンがね、リアチュにアンするんだって。かわいい。かわいいね。これ有料コンテンツだよ。みんな特別公開だからね。本当は見れないんだからね、これ。課金すれば。いちごちゃんはね、妹か弟いない。いちごちゃんが妹。お、かわいい。かわいい。え、みんな感謝してほしい、私に。こんなかわいいのを 見られて。暑いね、気をつけな。やけどしないようにね。どう？あっかい。暑い？美味しい？おいチーズ。おいチーズ？チーズ欲しい。課金させてくれる。やばい。この仕事、このまま。そうだよ。リカさん、ありがとう、ありがとう。こちらこそ。神回、神回だって。そうだよ。え、8時になったら顔が、2人の顔が映っただけでバンされ、あ、バンとかちょっとされるらしい。長崎県松前アリさん、かわいい、ありがとう。いちごちゃん、ありがとう、ありがとう。こちらこそ。そうだよ、かわいいでしょこの2人。俺たちに画面越しでアンしてくれるよね。やだよ。2人の写真。そう、有料コンテンツ。ごちそうさま、感謝しかない。いいもの見れた、やばい。そうでしょ、いいでしょ。リアがアンして食べな、どんどん食べな。イケピさん、かわいい、ありがとう。お、56分。食べるとこ、いちごちゃんの食べるところ、どうしよう。ちょっと無理かも。リアチュンね、マジで顔いいよね。4分。これは OK。 食べてる人だ。おいしいね。どんどん食べなさい。え、あんして。いちごたん、このたこ焼きを作り上げるから、この残りの。え、これ何、これやばい。なんか謎の物体あったか。食べるわ。リア食べるかかる。あっかい、あっかい。タコどこ行った。待って、ある。これはオッケーなんだって。あ、そうなんだ。ヤシマコ、パセリさん、かわいい、ありがとう。かわいいでしょ。リアチューならたこ焼き器はね、なんかね、親から送られてきたのだから、できるの。ほんと、暑さ吹っ飛んだ。ね、ミューポン美味しそうに食べるね、だって。私もよくミューポンがね、なんかね、朝食べてんのよく見るよ。え、夜も？夜も食べてんだ。メール取った、ありがとう。うん、そうなんだ。かわいいね。やばい、そういうこと。やばい、違いますよ。有料コンテンツ、こんばんは。ショートしようね。ミンポンがわんぱくだって。いいリアクション、感謝。夏休みを感じたって。ね、マジでさ、夏休みの子供たちって感じで。そうだよ、親に送ってもらった。暑いね。あと2分、やばい。タコパね、タコパのイベントしたいね。山広さん、ハート、ありがとう、ありがとう。バイバイして。バイバイ。バイバイ。かわいい。かわいいね。素敵なナイトを過ごしますね。素敵なナイト、やばい。バイバイ。野心と。そう、3人で素敵なナイト。最後は3人で集めましょう。バイバイ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 、マルー。バイバイ、マルー。やばい、怖いからさ、ちょっともう、やっと1分だけど怖いから。バイバイ。
ありがとう、ハートしんちさん、ハートありがとう、山広さんありがとう。食べよう、みえぽん食べな。リアチューとみえぽんのコンビ名はチューポンでしょ。そうですよ、そうですよ。みえぽん食べてる。そうだよ、みんなバイバイしました。こんばんは。食べたい、みえぽん、お腹すいた。なるほどね、楽しんでね、ありがとう、またね。そうだよ、そう、続きはウェブで。あ、そうなんだ、配信ありがとう。夏休みに いとこが遊びに来たか。宿題は早めにしようね、やばい。かわいい。そうだよ、もうみんなには見せられない、私が。おもろい、またね、だって。いちごさんのパパは葵さん好きだけど、2人はどういうこと。バイコロも、バイバイ。お菓子みんな感謝しな、こんな可愛い子たちを見せてあげた私に。おやすみ、おやすみ、宿題教えてあげてね。うん、分かった。花火見てるの、すごい。こんばんは。勉強なんてせんでも大人になる、確かに。七並べ行く、そうだよ、今日ね、めっちゃ七並べした。私もね、私はね、12時までね、七並べできるから、また後でしようかなと思って。メールで送れるよね、まだ。8時過ぎて危ないね。ストロベリーしようね、やっぱり。キヨ兄さん、ココナッツありがとう、ありがとう、神回。寝ないで遊ぶぞ、やばい。声は OK なんだね。うん、うん、いいよ。あ、でもさ、私焼く機械の、あ、フライパンでもいける？そんなことない。あっため、え、焼いてあるやつ、電子レンジかな、焼いてあるやつか。あ、じゃあ大丈夫かも。うまっ。じゃあ、あと5分ぐらいしたら配信終わるわ。じゃあ、いちごたん、あそこ、うん、あ、なに、七並べ、こんばん、こんばん。お、ほんと大人モードやばい。え、そうだよね、朝さ対戦したよね、やっぱ。あ、思ったのよ、寝ぼけてたんだけど、ね、お昼に対戦。お、こちらこそ、席良くなった。 ありがとう、心配してくれて。席良くなったの、めっちゃ生きてるし。やつに愛してるよって伝えておいてください。やだよ、私の方が愛してるもん。見えば、見えば、見えぽん、見えぽんも好き。考えてるの。あ、この人が、うん、どうなんだ、どうなんだよ。ヤシチューが食べてる配信見てたら遅れた。何しとんねん。おもろ。今来たところ。お、じゃあまたさ、私はまだメールが送れる時間だから、配信終わったらメール送るね。勝ち党の好き逮捕やばい、気まずい。キャー、逮捕とか言われた。ミューポに好きって言ったらどういうこと。ひどいよ、みんな。どういうこと。分からなくていいよ、みゆぽん。はい、美味しいね。2人の実況、たこ焼きを、食べて。たこ焼き味ある。なんでたこ焼きすん、え、見せてもいい。これ誰が持ってきた。リアチュー、リアチューが持ってきてくれたたこ焼き味。なんでたこ焼きすんのにたこ焼き味持ってきたの、ありがとう。食べる、みゆぽん。、うん、朝配信ね。まずダンさん、あ、そうなんだ、冷やし中華ね。今日の配信はね、これで終わるかも。あなたにはくるくるいるでしょ。それはちょっとごめんなさい、本当に。これいちごちゃん全部大好き。え、これいちごちゃん全部。オッケー、食べれる。うん、食べれる、ありがとう。え、まずい、おいしい、たこ焼き、どっち、おいしい。え、一個ちょうだい。うん、たこ焼き味いただきます。これ食べます。ありがとう。あー、なんか若いかも。もう、うん、なんかたこ焼き味かも。うん、明日配信朝する、起きれたら。リアチューする、配信どうしようかな。リアチュー毎日配信違う、うん、微妙って感じか。たこパだからたこ焼き。うん、メールで送らん、また。うん、こちらこそ。配信しようかな、どうしよう。まあ、いけそうだったね、しようか。みーは、みーぽんも。かわいい。あのね、今リアチューがみーぽんにね、ポテトチップスを食べさせました。かわいいです。ラジオ体操めっちゃ夏休みっぽいね。かわいい、竹まつるさん、かわいい、ありがとう。そんなかわいい声だけ、え、どういうことですか。私のが声作ってるってことですか。声作って喋ってみてよ。こんにちは、こんにちは、こんにちは。はい。ありがとう、七並べ大さん、ありがとう。こちらこそ。これ何、
こうビーチみたいなやつ、レモンさんビーチみたいなやつありがとう。ビーチ夏やね。いちごはどこで寝ようかな今日。あれある？かけてあげて。何何多いって。こうね。やばいやばい。じゃバービージやろじゃろどういうこと？こんばんは見て。うんうん、鰹節いっぱい乗っけてもらった。マヨネーズください。あ、マヨネーズ、うん、ありがとう。こんばんは。じゃあ5分になったらランキング読むね。今日はちょっと早めだったんだけど、みんな、うん、告知できなくてごめん。普通にね忘れてた。美味しそうすぎる。チューポン取らないでください。やです。2人はよろしくね。オッケー。見てほら食べます。2人が乗せてくれたお皿に。じゃん、いただきます。あっこっうふん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 、あっこい、あっこい、待って、あっこっかわいい、あっこっ、うふん、食べる、食べちゃう、これ食べる今感じだけど、マネージャーの時はもらった気がする。うん、あ、マジ？え、これ食べる？うん、やばい。竹松さん、レインボースターありがとう。あ、七並べありがとう。メンバー入れとこうか。あ、そういうことあるんかな。みたいなギフト。チェーポンはファンの、どういうこと？やけどしないで。そう、ありがとう。この辺、そう、NG だよ。あの、でも、有料コンテンツだったら大丈夫。ある。本当？え、じゃ本当に熱いの。もう5分。じゃあランキング読んじゃおうかな。ランキング読むね。何がいるんかいな。15位から読みます。15位これじゃ、これそれだよ。15位がのりさん、14位がフラプチーノさん、13位がくまさん。お好み焼きや。え、うん、いつも、いつも。あ、そうなんだ。でも入れる人もいる。え、キャベツ入れない。ランキング読んでんのよ。待って待って、15位からもう一回も。15位のりさん、10位フラペチーノさん、13位くまさん、12位リキーヌさん、11位とんちゃん、あ、9位が D さん、8位が豊中のひろさん、7位がミラさん、6位がレディースガガさん、5位がエキペスさん、4位がウェマンさん、3位がリカさん、2位が長崎キムヤットムカエリさん、して1位がモルモルさん。ありがとう。声ガリガガラガラありがとう。みんなごめんね、今日はちょっと告知してなかったんで。うん、またたこ焼きの写真送りますのでお楽しみに。そう、有料コンテンツなので。配信ありがとう。こちらこそ。夜もう一回、うん、まあ考えとくわみんなもバイバイ言っとって。バイバイって言って。バイバイ、バイバイだって。バビーノ、うん、バビーノということで、バイバイ。またメール送ります。七並べもうやるから時間送るね。ウェーマンさん、あ、これあれやんね、ビーチみたいなやつ、ありがとうね。おやすみ。ビーチたこ焼きします。バイバイ。おやすみみんな。